はい、こんにちは、しんです。今日もですね、イクシーデジタルの 25IS のお話をしていこうと思ってます。今日もですね、まあいろいろ撮ったりとかねしてたんですけども、今日はね、動画の方を、撮ってきました。あとでね、最初の方に少しだけ、作例が出てると思うんですけど、その後にまたちょっと長めのやつね、もう付け加えてるんで、撮ってますね。それ見ていただければいいかなと思ってます。今回ですね、まあ iPhone、iPad で、編集しようかなと思ったんですけども、iPad の方はね、ちょっと読み込めなくて、データなのでね、AVI になんだけども、なんかデータ的に読み込めなくて、仕方なくて、Mac の方、パソコンの方でですね、取り込んで、Mac の方でもですね、同じ環境、LumaFusion で編集できますんで、そっちの方で編集してるんですよね。で、まあ、今のね、この、撮影してるやつを後で、付け加えて、それでは今からアップしようかなと思ってます。今回ですね、いろいろとやってみて、まあ、動画を撮って、で、まあ、色もね、セピアとか、モノクロだとかも、入れてみて、いろいろ撮ってみたんですけど、意外とね、音もね、綺麗に撮れてるんで、モノーラルなんですけれども、結構はっきり聞こえるんでね、まあ、ちょっとしたね、旅のアイテムにも使えるんじゃないかなって感じがしますね。まあ、さっき言った通り、その編集のところだけがね、めんどくさいだけなんで、ちょっと編集しようっていうわけにもちょっといかなそうなんでね、そこら辺のところがちょっときついかなっていう感じですね。単純にまあ写真撮るだけならね、十分なんですけれども、まあ、今後もとりあえずね、まあ、面白い絵が撮れるんだったらね、例えばまあうち四日市なんで、四日市の商店街の周りとかをね、エクシーデジタルで撮ってね、行きたいなと思ってるんですよね。画角がね、普通の16対9じゃなくて4対3だったかな、昔のテレビの画角になってるんですね。もうさすがにね、このカメラ自体が、2008年か、5月ね、シルバー、私持ってるのこれシルバーなんで、シルバーの方が、5月に出てるんですよね。なので、もう、16年前の、カメラになりますんで、まあ、とりあえず、ね、とりあえず、音はモノラルだから仕方ないんですけれども、とりあえず、まあ、撮ってみて、いろんなことをやってみて、面白いものが撮れたらいいかなと思ってます。まあ、CCD もね、1000万画素なんでね、とりあえず、あと光学手ブレ補正も一応入ってるんですよね。3倍ズームとかもね、いろいろ入ってるんだけど、まあ、この大きさでね使えるんでね、やっぱり魅力はあるかなっていう感じがしますね。やっぱり、カメラ自体ってね、今はもう大きなカメラになってきてるんで、ね、コンデジでも意外とこう大きかったりとかするんで、こういったポケットに入る簡単なカメラっていうのはなかなかね、見つけるのも大変だなって。まあ、最近ではね、DJI の、アクションカメラだとか、ね、ポケットだとかもありますけれどもね、まあちょっとね、面白い映像も撮りたいなって方はやっぱりね、ゴールドコンディション使うといいんじゃないかなと思ってます。ということで、今回のお話はキヤノンのイクシーデジタル、25IS でですね、動画を撮ってみましたというお話でした。ではまた、バイバイ。はい、ちょっと動画を撮ってます。朝の散歩で撮ってます。こんな感じで色味どうなのかな。一応ね、動画は今回初めて撮ったので、ちゃんとね、編集できるかどうかが不安ですけどもね、そんな長時間も撮れないと思います。まあ、手ブレ補正も効かないんでね。ということで、一旦切ります。
ちょっと秋の雲になってますね。これはい、ちょっとですね、オールドコンデジで、動画を撮ってみました。どうですかね、ちゃんと編集できるんだろうかがちょっと心配だけどね。ということで終わりにしたいと思います。